それではまずはじめに株式会社笑顔最高経営責任者 CEO 原田英子より笑顔の成長戦略並びに新商品、トラントの概要をご説明申し上げます原田 CEO よろしくお願いいたします。さんこんこにちは。 お忙しい中、えー、お時間いただきましてありがとうございますあの私5月に、えー、縁がありまして、えー、株式会社笑顔の CEO に就任しました原田でございます、えー、アップルマクドナルドベネッセの、えー、社長を務めまして、えー、いろんな企業の支援をしている中で笑顔、えー、の社長と縁がありまして CEO のポジションをお受けしたということでございます。今日はあの三十三年の江川の歴史があるわけですが、今後どのように成長戦略を推進していくかという概要についてご案内したいと。で同時に新商品の発表のご案内も差し上げたいというふうに思います。まず簡単に江川の 歴史でございますが、1989年に創立し、北野社長のリーダーシップで成長戦略を推進してこられたわけでございます。2015年が売上のピークで260億、この後にお話申し上げますが、そこからダウントレンドという厳しい局面を迎えたわけでございます。 えー、繰り返しになりますが、えー、創業33年目で、私が5月から CEO に就任いたしました。今日現在、このような食品、美容商材、健康サプリという3つの分野の商品が、えー、80商品にわたる商品がございます。えー、ところが、約7割が、えー、なんとトップ2、黒酢とサメ玉。 の売上ででめていいるという状況でございます美容商材、食品の競争力がないわけでございません、売れてないわけではなくて、売っていないと、売っていなかったというのが適切な表現かと思います。このようにダウントレンドであったわけですが、2年ほど前から下げ止まり、わずかながら増収増益と。 いうステージに至りましたご覧の通り現会員数は94万人過去のお客様の累積会員はなんと500万人でございますこのような大きな企業のアセットこれが今後の成長基盤の大きな基礎になるわけでございますが先ほどの商品群を見ますと新しい機械店というのが明確にございます その成長戦略について語りたいと思います。何と言いましても、経営の基本であります、一番利益を生んでいるコアのビジネス、こうキャッシュカウと言いますが、黒酢サメ玉に象徴されるこのキャッシュカウ、こうおろそかにしながら、新商品、新施策に経営資源を投資すると、これは非常に危険でございます。一番基本は このキャッシュカ化を最大化するそこで生まれたキャッシュを新施策に投資するという循環を図っていきたいというふうに考えております先ほどお見せした80にわたる商品群これを分類しますと食品健康サプリ美容商材とございますこの三つというのは一つのブランドでは マーケット開拓は非常に難しいと考えておりまして、今までのサプリメントの広告宣伝のトーンマナーとは全く独立した美容商材、そして健康食品というブランドのプラットフォームを構築していきたいと考えております。例えば、アルマーニにもエンプロイアル,エンプロイアルマーニ、ジョルジュアルマーニ、ハイアットホテルグループにも グランドハイアット、パークハイアット、ハイアット・リージェンシーというふうに顧客層、価格帯によって違ったサブブランドを持っております。これと同じようなイメージをご理解いただければというふうに思います。このような3つのこの事業ポートフォリオを構築していく中で、笑顔のコアバリューというのは何ぞやと。 いうことを改めて整理いたしましま、えー、小さなお子様から、キずズのファミリー、そして高齢者まで一生、健康と幸せを支援する笑顔であるというブランド構築をしていきたいというふうに考えております。そのために、まずは黒ズですが、この過去の歴史の新しいリニューアルを来年に行います。えー、クローズの濃縮度は 今日現在も業界トップでございますがそれを150%まで濃度を上げていくそして笑顔の得意とする乳酸菌を加えていくそしてカプセルからもっと飲みやすい小粒化こういったことにチャレンジしていきますしさらに機能性表示職員化ということを目指していきますええサメ玉これはご覧のとおりもうトップシェアを 持っておりますこれも機能性表示食品化でさらに売り上げを牽引していきたいと考えておりますそしてインフォマーシャルのこのブランディングでございますがこのインフォマーシャルの効果をもっと上げるべくいろんな進化を図っていきたいと考えておりますそれ以外のサプリメントに関しても機能性食品化そして SKU の最適化コールセンターによるサジェストセールスこれも非常に 堅調にサジェストセールスの売り上げも伸びております、えー、さらにここには書いてございませんがこのコアになる売れ筋商品以外はアマゾン等々のマーケットプレイスにもお新しいチャンネルとして発売開始をすでにスタートしておりますさてこのサプリなんですが今までは70代80代というところに特化しておりました、えー、この ターゲットの年代代層を40代以上ととといいいいうことに広げていきたいと思いますスライドの一番下にございますがサプリの、えー、接種の目的には大きく2つございまして一つが問題解決型、えー、体の健康を害してそれから回復するという顧客ニーズでございますもう一つ新しい取り組みはもう40代から今のあなたの健康を維持していこうという、えー この健康維持のための自己投資、こういったマーケットの放流行使もやっていきたいと考えております。そのためには、左側にありますのが、今までの29分のインフォーマーシャルのこのマーケティングの手法でございます。えー、かなり、えー、年を召し,召した方が健康を害していると。 えーそれで黒酢冷め縄で健康を回復するというこの29分の,このサプリ業界の典型的なインフォーマーシャルのアプローチでございます、えー、これを東和のマナーを急,急に変更しますと売り上げが下がってまいりますのでそこは慎重にそこを保持しながら、えー、右側の健康維持型投資型というところに関しては新しいタレントを起用するという契約に至りました その新しいタレントの企業が、ここでございます、石井達也さんでございます。石井達也さんの新しいマーケティングの取り組みで、新しい顧客市場を開拓していきたいと考えております。さて、美容商材に移ります、えー <coughs>。美容商材の新商品、今日一つ、お手元の配布資料にございます、フトラントと。 いう商品を開発いたしました世の中には、えー、脂肪燃焼型のサプリというのは大変、えー、数多く、えー、ございます食べても太らないというのは、えー、非常にユニークな商品だと考えております人は食べる以上の幸せはないだろうとその一番幸せな食べるということを犠牲にしながら 体型を保つこういった縛りから解放し解放されることをお手伝いするとこういったポジショニングのサプリでございますそういう意味でこのように食べると太るでも私は太らんとあえて九州の方言を使ったネーミングにいたしましたこの後にも出てまいりますが このブランドというのはコーポレートブランド資産もございますが商品一つ一つの商品のブランド資産も大変大切でございますこのサプリ業界というのはなんと成分を商品名にしているということが非常に多いわけですね黒酢、サメ玉コラーゲンフルセンターアスタケサンチンこれは商品名になっておりますが実はこれ成分でございますこのの成分表記の 商品名ではブランド資産ができないわけでございまして、そういう意味で固有名詞、特にこの不規発性の記憶ということを目指した独自,あ独自性の非常に高い方言を使った太ンとこれにチャレンジしたわけでございます。食食べべるるるるとと太太食べると太る。 でも私はフトランと食べることを我慢しすぎてしまうあなたに新発売笑顔をフトランと。これがパッケージデザインでございます。さらに今後この袋型のパッケージ以上に、ええー、まあ、特に若い女性がハンドバッグの中に持ち歩きできできてもこのスタイリッシュな。 携帯用ののケースこういいったたものも開発したいと考えておりますさて、次の商品でございますが、さまざまな有識者の方々の,このエンドースメント、情報発信があるにもかかわらず、それをマーケティングに組み合わせしている機会が少なかったということで、このエンドースメントも今後、積極的に発信していきたいと思います。 えー、早稲田大学の矢沢先生と、えー、若い、えー、女優さんとの対談こういったものも、えー、ネットを介して発信していきたいと考えておりますその30秒の一コマだけご覧いただきたいとおすすめしたい成分があるんですよねはい。何だと思いますね山本をお勧めできるのはアスタキサンチン美容にいいというようなことが 科学的なデータから随分あの出ているものなんですね。野菜の中にアスタキサンチンはありません。<あ>海の中にしかないんです。海の中。はい。あ、あうん、こんなところに偶然出てきましたね。<laughs> これ、これですよ。あさっきっ赤いですよね。六ミリグラム。六ミリ。はい。のアスタキサンチンを摂取してほしいんですね。 は1粒とか2粒のサプリメントでアスタキサンチンが摂取できる時代になってますので鮭、まあ、が嫌いでもアスタキサンチンは取っていただきたいというふうに思ってます今日現在アスタキサンチンそれから内脂肪を燃焼させる内脂粘という商品もございますこれも商品ブランド資産の構築ということを目指して 新しく名前を変更したいと考えております。あつたき産地はきれいになると。内視念これは痩せると,と。こういった記憶に残るネーミングにチャレンジいたしました。この業界でもこのようなネーミングのアプローチ、チャレンジは非常にユニークであろうというふうに考えております。さて、食品になります。今、え、日、ー、現在 こののように素晴らしいい、えー、無添加の商品がございます、えー、これをほとんど訴求してなかったという状況でございましてこれも同梱チラシ DM、えー、その他のメディアを介して、えー、マーケティングの展開を図っていきたいと考えているわけでございますがまずは味噌汁これはやはり何と言いましても美味しさ南蛮を目指すということと 日本人の健康生活には不可欠であるという、このエンドースメントをもっともっと発信していきたいと考えております。そして新商品のご案内ですが、勧誘ドロップ、これはもう発売開始をしたばかしでございますが、これはご存知の U 波未クトとタイアップしまして、OEM ベースでこれを開発いたしました。これはもう販売開始をスタートしております。 さて世界でヒット商品になったお子様向けの商品の一つとして皆さん、ミロという商品はご存知かと思いますこのミロというのは大麦を使った健康飲料でございますが弊社もこの大麦を使った健康飲料さらに乳酸菌を加えるというプロトタイプはもう開発しておりまして これも来年上期に発売開始を図りたいいと思いますさらに抗酸化力、免疫アップ、発酵食品、このような健康につながる食品の開発も着手しております。さらに、熊本をベースにした独自の商品、こういった通販の機械展も探っていきたいと考えております。以上のような 美容、健康食品、サプリ、それぞれ3つのプラットフォームをきちっと構築していきたいという、それを通して一生お客様の健康と幸せを支援する笑顔のコーポレートブランドを作っていきたいと考えておりますさらに、機会店としまして今までのサプリのインフォーマーシャルはほとんどローカルに特化しておりました。 これは CPO コストパーオーダー、すなわちメディアコストが関東、関西では非常に高いということでそこまで進出できなかったということですが今後は90秒または短弱こういったメディアにもチャレンジし関東、関西に進出していきたいと考えておりますそして美容とキッズファミリーを対象とした食品 サプリこれは事業のシナジー効果がございます、えー、そういった点で当判明の進出のハードルも低くなるというふうに考えておりますさらに戦略的アライアンス有ミ味覚と以上にいろんなところとアライアンスを組む、えー、特産品そしてフードプロデューサーとのコラボレーション冷凍技術そして海外サプライヤーとのアライアンス海外のトップ企業ともアライアンスを組み 商品化を図っていきたいと考えておりますさてこの健康となりますとどうしてもメディカルそことの融合ということは一つの大きな顧客ニーズという,うに考えております医療業界はすべての病院がもうサプリを販売しておりますこのような今後の動向を踏まえますとオンラインメディカルとのサプリの融合と ということは不可欠のチャレンジだというふうに考えておりまして、病院経営をするのか、アライアンスを組むのか、いろんな形態がございますが、こういった顧客価値の新しい創造ということにも取り組んでまいりたいと考えております。さらに B2B、もう小さな規模ですでにスタートはしておりますが、大きな機会点があるというふうに思います。特に海外需要になりますと新ししいパーートナーを開拓し アジアのある国では大きなビジネスチャンスがあると考えております。最後に、組織力の強化、やはりこの新しいこのようなマーケティングのチャレンジをするということには、ためには新しい組織力、人材、これが不可欠でございまして、そういう意味で今日現在、熊本本社がございます、銀座にはメディアの買い付けをするハウスエージェンシーがございます。 それに加え、渋谷に新しい戦略企画とマーケティングの拠点を開設いたしました。そのことにより、新たな人材力の強化、組織力強化、事業の推進ということに努めてまいります。私から以上でございます。ありがとうございました。株式会社笑顔最高経営責任者 CEO 原田栄光より笑顔の成長戦略並びに新商品、プトラントをご紹介申し上げました。<music>